ビーチにも流れますんで。ああ、流れてるんで、はい。こんにちは、サザンブリーズの時間です。はい、こんにちは。ゆむぎのわんをお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。時刻は5時を回っています。はい、よろしくお願いします。今日は綺麗なまたトロピカルビーチからお送りしていきます。あ、久しぶりですね。久しぶりですね。やっぱり気持ちいいように、うん、いやもう10月に入りましたけど、まだまだ全然ビーチで遊べますね、はい、10月に見えないです。8月って言ってそうですよ。10月ですよ、これほとんど変わりがないみたいな本当に感じがする。泳いでる人もたくさんいらっしゃるし、そう本当にね、バーベキューの方もいらっしゃるし、楽しそうです、ね、あんまり変わりないような気がするんですけどね。ねえ、気温も31度くらいありますよね。そうですよ。いいっすよね。ただ日、太陽の位置だけが違うかなという、うん、ちょっと変わりましたよ ね、端っこの方に行って、だいぶもうすでに傾いてきておりますね。そうですね、はい。僕はあの大阪のね、はい、友達がいるんですけど、はいはい、その子たちとやってるなんか LINE のグループ、はい、グループ LINE があるんですけど、はいはい、その子たちがね、はい、よしじゃあちょっとそろそろなんかバーベキューしようよみたいなことをね、一、はいはい、人が言い出してるわけですよ、はいはい、そしたら他の大阪の子が、いや今の時期やるのちょっともう寒いよ、やめようよみたいな、あ、ね、いやでもバーベキューやるから大丈夫だよって言ってるんですけど、はい、僕だけね、いやいや沖縄はまだまだできますよと。できます、全然普通ですよ普通にやってますけどおそうなのみたいな。大阪も寒いですか、ね、もうちょっと寒いらしいですよ、はい、この辺はもうね、差がだいぶ開きますね、沖縄とね。本当にもういや楽しそうで、夕は本当に暖かくて、ね、それを思い出すと私も京都なんで、ね、もうこの時期にちょっとスースーしますよね。いや京都なんてまた寒いですもん ね本当に沖縄はもう楽園ですよ。いいですよ、ね、暖かい暖かい、泳いでる人は普通にビキニで、うん、そう、普通にあのウェットスーツとかじゃないですよ。全くないです真夏と全く同じ格好で、ね、泳いでらっしゃいますね。いいですね。ギャルたちがいましたよね。いましたね、もうすぐ見つけましたね、楽しそう、はい。でね、バーベキューしてる方にもね、うん、いっぱいいらっしゃったんで、何のグループですか。そうですね、本当大人数でいらっしゃって、ね、なんか会社の、はい、なんか店長が集まって、はいはい、なんか福利厚生的なね、あの、うん、九州の方から遊びに来られてるってことでした ね。なんかあの昨年かなんかの、その売り上げが良かったから、良かったからみんなでこう遊ぶってないけど、まあ、会議的なものを含めてやるっていうので、ね、沖縄でバーベキューミーティング、いいですよね。めっちゃいいですよね。楽しんでくださいね。お願いします。ね、というわけで今日はね、テーマ、はい、ご褒美にしようと思います。ご褒美。はい、これってご褒美ですよね、きっとね。いや、そう、天気が良かったら沖縄に行けるぞみたいな。確かにそうですよ、ね。なんか頑張ったやつのご褒美ってことですよね、はい、皆さん、なんかご褒美何が欲しいですか。別に私あげるわけじゃないですけどこれちょっとこう頑張ったらこれ欲しいなとか、ね、そうそうそう、なんか願望があると思うんで、ね、あのメールで教えてください。お願いします、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com です。またユーストリーム、ツイキャスを、うん、おまけ放送しております、はい、こちらにお気軽にツイートしてくださいね。はい、ありがとうございます。早速いただいてますよ、はい、はい、シュプリームさん、こんにちは。なんだか久しぶり感満載のトロピカルビーチのスタジオそうです、はい、ってことでアズマックス海に入りましたよねって。入ってないですいや、なんで入らないんですか。なんでって結構早く来てたじゃないですか。今日はね、ちょっと早めに来てましたね、はい。なんかちょっともうプラプラとこう見てね、海の感じそんなかなと思いながら見てましたけども、はい、ありがとうございます。まあなんか頑張ったやつのご褒美、
ね、はい、なんかもらえたら。でもあれじゃないですか、ゆきさん頑張られたといえば羽衣祭り、ね、この週末、ありましたよ、こちらでね、頑張っ、このすぐ隣ですごいなんか大規模でやられてたみたいで、楽しかったです。いやだから僕はちょっとね聞けることできなかったんですけど、なんかでも写真とか見させていただいたらすごい、もうなんかたくさんの方がね、来られてたりとか、すごい人ですよ、毎年のことながらね、はい、でなんかそのパーソナリティさんもね、まあ、ピーチキャスさん、宮川珠子さんいらっしゃって、であの OBP の優子さんとか、はい、ね、なんか写真見たら本当に僕のやったあのミュージカルにねちょっと関わってくれてる子たちが何人かこうまた出てきたりとか、はいはい、あ、これはね FM 宜野湾から、ね、あの生中継現場からさせてもらったんですけども、そのボランティアで来てくれてましたね、あのせいやくんとはい、はい、あ、せいやくんはレポーターで、レポーターで、ね、はいはい、出てましたね。あ、そんなの見たり、水曜日のねサザンブリーズ担当の、はいはいはい、せいやくんもレポーターで、ね、一応会場内をレポートしてますけど、できていたのかどうかはちょっと、あ、そうなんですか、まだ明日きっとお話が、あ、そうなんですか、そんな感じだったんですか。レポーターはね、うん、あ、そう、まあ、どうだったんでしょう、あ、そうですか皆さん聞いてたくし、本人はなんかやったった的な感じの、そうですか、あ、そっちのやったった感じどうなんでしょうね。いや、でもいろんなことに挑戦していただいて、あ、そう、いや、でも本当はね、これ僕ちょっと行く予定があったんですよ、はいはい、なぜかというと、僕あの宜野湾に僕 の, あの妹の家族が住んでるんですけども、はいはい、まあ、そこに姪っ子と甥っ子がいるんですけども、姪っ子が保育園生なんですね。で、保育園生で、エイサー、そう、エイサーって僕がね、その羽衣祭り、この FM 技能が関わってるって話を全くしてなかったんですけども、はい、あの電話があって、はいはい、メイクから羽衣祭り行きたいと、はいはい、なんでって言ったら、あの自分じゃないんだけど、自分のその上のクラスのお姉ちゃんたちが羽衣祭りでエイサーするから見に行きたいって言って、はいはい、ああそうか、じゃあ行こうって言ったんですよ、はい、うん、そしたらそれが羽衣祭りの3日ぐらい前だったんですよね、うんうんうん、そしたら羽衣祭りの前日29日にまた電話が来て、あのもうあのいいって気が変わったの、気が変わったみたいで、なんかその日にあの、お姉ちゃんたちと練習で一緒にエイサー踊ったからもういいって、あ、気が済んでしまったか、それで気が済んだからもう、ちょっとこれ本番はまたすごいんですよ、あの多目的広場の、うん、でかい芝生の上でバーってもう全保育園児が広がってやるからすごいですよ、ね、いや見てほしかったななんかもういいから今遊びに行くから明日はって言われて、あ、じゃあじゃあ遊ぼうかって、そうか、みんなね暑い中頑張ってね、可愛い園児たちが、はい、まあ、これ夏、真夏だったのがちょっとこっち10月、9月の終わりにね移動したんで、ちょっとはその方がいいですよね、毎年よりは暑さはマシだったかもしれない、そう、そういうのがあったり、あとはね、この特番もやりましたし、カチャーシ大会とかね、いろんなあのリーグ1のライブとか、木山商店とかね、うん、いろいろありまして、本当に豪華ですね、でも花火もすごかったです、なんだか珍しい花火だったみたいで、あ、そうなんですか、はい、なんだっけな、失敗です、そうだね、ちょっとあやふや情報、なんか僕だからそのなんかツイッターとかの写真に見る限りは、はい、そのラジオ放送をやってるブースの後ろの方で花火が怖がってるっていう、あの、あそこからですよ、この今目の前に見えてる出島から、へえ、はいはい、このビーチの方の、はい、さっきから打ち上げて、ね、あ、じゃあすごい近い距離で見れたんですね、うん、もうすごいですよ、いいじゃないですか、すごかったですよ、まあでも1日目、30日の方ね、1日目に特番やらせていただいたんですけどね、うん、はい、もう特番の途中だったので1日目は花火はそんなには見てないです、あ、そうなんですね、自分はもう、あ、なるほど、時間の計算とかばっかり、あ、そうかそうか、あ、放送してる最中に後ろでドーンドーンってなってて、はあ、そういう感じだったんですね、あ、宮城さんからもいただいてまして、はい、ありがとうございます、こんにちは、先日宜野湾羽衣祭りお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、宮城さん聞いてくれたんですかね、 ありがとうございます、シュプリームさん、セイント君一応かわいそうって一応やってたかなみたいなって言われて、かわいそうって終わってからまだ本人とどうだった、うん、みたいな話をできてないので、あ、そうなんですね、ちょっとね、話したいですね明日ね、視聴者喋ってくれるかもしれませんので、うん、そちらもお聞きくださいませ、はい、羽衣祭りの後のね、頑張ったご褒美は自分にはまだやってないんですけど、その前の週に私あの遊びで踊ったんですけど、ピンクドットで、あ、はいはいはい、帰りになんか35コーヒー35コーヒー、はいはい、なんて読むか分かんない、35もう35コーヒーですねあれを買って飲んだんですけど、
ご褒美だってその時に思ったんですけど。そうですね、こんなちっちゃいことですけど。いやでもそれをやっぱご褒美と感じれるかどうかっていうところですよ。それだけね、やっぱ必死にねダンスをやってたからこそ、その産後コーヒーでご褒美を自分で感じれると。そうそうそう、なんかね、そうなんですよ。なんかあんまり忙しいとコーヒー好きなんですけど、うん、コーヒー飲む時間もないんですよ。はい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 。で終わって、はぁ、コーヒー飲めたっていうのが、あーいいですね。そうそうそう、それはもうそれだけもう真剣にこう打ち込んでやったからこその美味しいコーヒーですよね。そうですよね。ご褒美ってそういうもんですよね。そうですよね、本当に。頑張りがあってそう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 こそ嬉しいもんですよね。そうですね、うん、はい。今日はテーマご褒美でメールお待ちしてますね、うん、お願いいたします。はい、それではね、一曲お届けして、またこの後ゲストが今日はいらっしゃってますので、はい、お話を伺っていきたいと思います。曲紹介するんかなと思ったしなかった。ちょっと自信がない、フロリダ。じゃあ席変わり、はい、こちらどうぞ。こういう感じは緩い番組です。ああ、いえいえ。あ、映像も映ってます。はい、もこっから打ってるんですね。僕その日曜日北中の山の上にいたので、はいはい、見えてたんですけど、綺麗に。あ、なんかその時カデナとか、あ、チャチャン、チャタンのシーポートとか、はい、全部かぶってたみたいで、みんなちょっと時間差でやってたみたいな、ね、そうですね、のぼり総監祭り、あ、はいはい、小さいどうでしょう、すごいですね、花火が賑やかで、船とか持ってたら最高でしょうね。三箇所全部見れるでしょう。真ん中でもね。はいはいはい、移動しながら。うん、行きますよ、一応。あ、でも今年結構行きましたね。あの宮古も4泊5日ぐらい行ってましたし、久しぶり、まあ、僕母方が宮古なので向こうにいるんですけどね、子供の子も連れて行って、久しぶりに宮古島何回も行ってもなかなか海入らなかったんですけど、全然違いますね。ああ、そうです、めちゃくちゃ綺麗です。違いますよね。めちゃくちゃ本島と離島でも違いますよね。行ったことないです。めっちゃ全然違います。この砂から何か透明度っていうかもう。違う。いや、もうこれでも十分で。まあそうなんですよ。そうなんですよ。でも綺麗だと思うんですけど、うん、これを見慣れてしまうとね、また離島は全然違う。もう砂があんなにパウダーなんだっていうのを久しぶりに。パウダー。ちょっと吸い込まないかなくらい。いや、もう本当にもうサラサラサラです。本当にパウダーですよ。びっくりしました。山内さん番組持ってるんですよ、ね、山内さん、はい、はい、金曜日聞いたことないから普段の感じの話しかあんまり変わらない、変わらない。
だかんだ山内さん出る番組多いんで、結構やっぱり聞いてる人多いみたいで、ラジオで聞いたことありますとか声かけられて、聞きましたこの。落ちてきたら大変じゃないですか。石火そう、まあ、でも太陽の位置がやっぱりでもだいぶ、はい、あの位置が変わってきたんですけど、もう真夏はもっとね内側に入ってきてて、もっともっと直射だったんですよ、ね、今ちょうどまだ木に隠れたりとかしてるんですけど、直射がすごかったんですよ。20秒で始まります。サザンブリーズをお送りしております。はい、トロピカルビーチからです。眩しい。いや前が見えない。はい、キラキラです今日も。ね、はい、ツイキャスはりまるさんありがとうございます。こんにちは。今日はテーマご褒美ですよ。よろしくお願いします。さあそれでは今日、こちらからゲストのコーナーです。では今日はですね、沖縄商工会議所青年部から上間悟さんに来ていただいています。上間さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はどんなお話でしょうか。はい、あ、もう早速お話しさせていただけるんでしょうかね。はい、改めてあの沖縄商工会議所、はい、青年部で今年度会長してます、はい、上間と申します。はい、会長されてるんですね。そうなんですよ。もう1年たった1年間だけなんですけれども、今年度来年の3月までは会長です。はい、すごいですね。いやいや、誰でもなれるので、いやいや、はい、そんなことない。はい、はい、それで、まあ、今日はあの青年部の年間のツイキャスになんか、はい、アズマックスがイケメンになったかと思ったらゲストさんやって来てちょっと席替えしてね、いますよ。落ちがカメラですね。はい、ね、はい、気づかなかったです、はい、イケメンが映っております。いや、ありがとうございますかな。はい、いや、今日は、はい、青年部の事業の告知で来させていただいたんですけれども、はいはい、橋本徹さん、はい、皆さんご存知、あ、見えないですね。橋本徹さんが講演会ということで、はい、沖縄市に来ていただくことになりました。はい、来月の、あ、今月ですね、10月18日水曜日、はい、沖縄市民会館大ホールに19時からの開演で、橋本徹さんももちろんご本人来て、はい、ズバッと何か発信してくれるかなというところです。テーマとかあるんですか。はい、そうです、あの沖縄県の可能性ということで、はい、私もあの商工会議所ですから、まあ、経済団体ですので、はい、主にまあ経済に関することをお話しいただきます。いやー、すごいですね。でもその橋本さん来ていただけるっていうのはなんか、そうですね、まあ、最近まで、先月まであのテレビも出演されてましたし、そうですよね、今ね、何かと世の中、ざわついてますから、そうですね、そういう、そうですよね、すごいタイミングでというか、びっくりするタイミングになったんですけど、まあ、あの企画自体は半年以上前からしてましたので、うん、偶然、まあ、こういう機会にはなってはいるんですけれども、はい、まあ、いろいろこれまでもいろんな発言されてますから、ね、非常に楽しみだなというところです。はい、これ、その橋本さんへの質問の受付もしてるんですよね。はい、そうなんです、あの当日はさすがに会場が1500名希望なもんですから、はいはい、当日はお受けできないんですけれども、はい、
事前に私どものホームページ、沖縄商工会議所青年部って探してもらう、検索してもらうと、その中での質問を受けるサイト、ページ用意してますので、はいはいはい、そこからあの質問を事前に受けております。はい、あ、じゃあそういうなんか質問コーナーみたいなのがあって、それでまあ選ばれて、はい、そうですね。はい、講演会、まあ、終了後、まあ、約2時間近くはあるんですけど、はい、終了後に、はい、その中で質問に対して回答いただくような形です。私こういうの行ったことないんですけど、はい、チケット制なんですね。そうです、今回はあの、まあ、大ホール使用するということもあって、はい、入場料2500円、はい、一人様ですね、全席自由で、まあ、チケットはあの私も沖縄市にある沖縄商工会議所、うん、もしくはファミリーマートさんの E プラスチケットでも購入できますので、うん、ということはもうチケットさえあのちゃんと持っていれば、はい、確実に見れるってことですね。はい、そうですよね、はい、いいですね、はい、僕もね、いやこういうちょっと、まあ、講演会みたいなのがちょっと、まあ、ちょ興味があって、ちょっとあの僕もどっかだったかな、沖縄市のどっかで多分このポスターを拝見して、はい、はい、ポスターは見ました。あ、そうですか、はい、ね、なんかちょっと見に行きたいなとかっていうのは思ってたんですけど、どうなんですか、ゆきさんはこういうのに興味というか講演会は、まあ、行ったことないですよね。聞いたら面白いと思ってるといいですよいや、あの難しく話することもできる方ですけども、でも全然分かりやすく、そうですね、あの学生の方ももちろん来られますので、ね、すごい分かりやすく話していただけると思います、はい、でもそれはやっぱりね、あの10代20代の頃そんな講演会とかに興味を持つなんて夢にも思ってなかったんですけども、ね、なんかちょっとね大人になっていろいろね、あのテレビやニュースやらっていうね見るようになったりとかしたら、あ、どういうこと喋られるのかなとかってね、はい、まあ、興味を持ったりとかしますもんね。そうですね、やっぱりすごいあの新聞とかでも掲載広告させていただいているんですけども、うん、もう直接お電話いただいたりとかですね、反響はものすごく強いですね。沖縄商工会議所青年部としてはどんな人に聞きに来てほしいですか？やっぱり私どもはもう経済青年団体ですので、はい、まあ、それに関する若手の経営者であるとかも来ていただきたいですし、まあ、あの特に若い方、20代の方ですね、うんうん、まあ、沖縄に対してもちろんいろんな希望であるとか、はい、あの夢をお持ちだと思うんですよ、はい、そういった方々に沖縄県のこれからの可能性というテーマで橋本さんにお話しいただきますので、はい、ぜひ若い方にも聞いていただきたいですね、はい、そうね、やっぱり、ね、これだけあの知名度が、ね、ある方だから、はい、そういうあのいろいろそういう、まあ、なかなか興味がちょっと少ないなっていうような若い子でもね、はい、やっぱちょっと顔だけでも見に行きたいってなりますもんね、はい、やっぱり、まあ、有名な方ですから ね、私どもの今回共催で女性会、私どもの商工会議所に女性会というところがあるんですが、はい、共催で今回の講演するんですけども、はい、もう皆さんあの橋本さんかっこいいじゃないですか、ね、すごいものとかあるのではい、はい、みんなもうただただ会いたいと、そうですよ話よりもただただ会いたい、それはやっぱり、ね、はい、女性ファンも多いですから、はいはいはい、そういう形です。でもね、沖縄の可能性について本当真剣に考えてる熱い若者って結構いると思うんですよ、沖縄の人ね、はい、そうですね、多いですよ。だからこの沖縄以外の人から見たね、沖縄の可能性っていうのは、はい、またね外からの視点っていうのはね、はい、あのなんかこう発見があると思うので、はい、いいですよね。ね、多分すごいあの熱い、ね、方だと思うので、そうですね、そういうのを、ね、はい、あのお受けして、なんかね、そこからよし、じゃあ自分もなんか頑張ろうとかね、はい、なったりとかして、沖縄みんなで盛り上げるような形になったらいいですよね。そうですよね、はい、刺激になりますよね、きっとね。うん、そうなんですよ。はい、本当にね、ズバッズバッズバッっていう方ですもんねあまりに言い過ぎるところもね、あるのかなと思うんですけど、ただそれも一つの意見として、ね、そうですよね、受け止める力も必要かなと思いますので、うん、ぜひこの10月18日聞いていただければと思います。はい、すごいよ。じゃあでもやっぱり準備大変なんじゃないですか？まあ、そうですね、僕ら青年部50人ぐらいの団体なんですね、はい、でまあ、その中でもまあ半分ぐらいがもう特に活発に動いてはいるんですけれども、まあ、少ない人数ながらでもこういう講演会は開催できますし、すごい沖縄青年会議所さんであるとか沖縄県商工会の青年部連合会中部支部というところとも、はい、もう講演についていただいて協力してもらってますから、
若手のメンバーですね、中部行きのメンバーでこの講演会企画していますから、はい、そこも楽しんでやっています。なんかじゃあ皆さんこの仕事を持っていながら商工会ですからね。そうですね、はい、すごいですね、仕事前ですね。まあまあ、みんなまだまだ全然若いので、はい、なんとか時間は作って家族に怒られながらだとは思うんですけどね。はい、やってます。上間さんは何の会社をされてるんですか？はい、私はですね、沖縄市与儀というところで、はい、まあ、不動産会社沖縄土地建物っていうところと、はい、沖縄健康サウナという温浴事業、まあ、お風呂であるとかサウナであるとか、はい、リラクゼーションとかあるサウナ事業をやってます。ヨギって言ったら何号線が近いんですかね？329国道東海岸に沖縄県の総合運動公園があるんですけど、はいはい、もうそこのすぐ隣ですよね。はい、で県層広いじゃないですか。そうですね。隣ってでも近くに言うと家具のグレイスさん、OK 家具さんがすぐ近くにありまして、はい、そこからちょっと中入ったところなんですけど、そのあたりも看板がいっぱいありますから、まあ、この目の前にですね、結構古い老人ホーム一条園さんというところがあって、そこを言うと大体分かる方多いですかね。はい、上本さんもサウナ好きなんですか？そうですね、結構入ります。結構入ります。入ります。はい、ただお客さんたちが多いので、うん、入ると仕事の延長、まあ、もちろんずっと仕事してる感じなので、まあ、あまりくつろげはしないですよ。リラックス空間だけども。そうですよ、はい、そりゃね。休みたいんですけど、まあ仕事モードはもちろん切れないので。はい、そうですよね、周りのちょっと気になってしまいますもんね。そうですね、他の確かに。はい、よく通るのであの辺り、絶対行きたいです。はい、ぜひぜひ、お越しください。はい、気づかなかった。夜は何時までやってますか？そうですね、朝は8時から夜12時まで、はい、ゆっくり空いてますので。いろんなサウナがあるんですか？ドライサウナと、はい、まあ、遠赤外線のドライサウナと、はい、ミストサウナという、割と低温の、はい、まあ、女性の方でも入りやすい、うん、ミストサウナ大好きです。皆さんも最高って本当に言ってくれますよね。あ、そうなんですか。はい、試してみたい。でもあれはですね、はい、ミストサウナは一番お酒を抜くのには最高なんですよ。そうなんですか？ミスト、はい、あ、そんな本当なんですか？なんか言ってる人がいて、はいはいはい、嘘でしょとか言ってそんなありますよね。あ、そうなんですか？分かる方はやっぱり前日のお酒を抜きに、ミストサウナできっちりアルコール抜きに、低温で高多湿じゃないですか、多湿なので、より汗が出やすいんですよね。はいはいはい、あ、汗で出すんですか？はい、へえ、やっぱ新陳代謝も上がりますので、一気に解消していくとは思うんですけれども、もう私もう湿気が大好き。湿気が好き。乾燥が嫌いなんです。ああ、はいはい。だからこう湿気がって言ったらなんか嫌な感じ。そうですね、言い方が湿気が好き。多湿が好きです。ああ、いいですね、はい、多湿が好き。へえ、絶対行きます。肌にももちろんいいですからね。そうそうそう。でも羽衣祭りのご褒美これにします。 ありがとうございます。あ、いいですよね。これがいいや。お越しいただきます。あ、いいな、それは。あ、それは気持ちいいな。沖縄健康サウナですね、はい、癒しの湯。はい、分かりました。じゃあぜひお待ちしておりますので、はい、最後に、はい、この講演会のね、はい、もう一度お願いします。はい、改めまして、橋本徹が感じる沖縄県の可能性っていうに題しまして、橋本徹さんが10月18日水曜日、18時会場、19時開演で沖縄市民会館大ホールにお越しいただきます。はい、入場料は2500円で全席自由なんですが、チケットは沖縄市にあります沖縄商工会議所事務局、もしくはファミリーマートさんの E プラスチケットでご購入いただけますので、ぜひチケットお買い求めの上ご参加いただければと思います。事務局は直接行くっていうことですか？そうですね、はい、沖縄市民会館ご存知であれば、その市民会館の真向かいに、はい、会議所のビルがありますので、はい、そこの事務局にお越しいただければ